伎町の歌舞伎町ピエンタンモーキーというわけでですね、あの前回引き続きちゃんとモザイクのネタを回収してる開脚で、それ結構きつくないですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ一回放置してですはい、あの大学無事卒業が決定しまして、おめでとうございます。というわけで現在就活中の佐々木千代です。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今回から加わったゲストの自己紹介お願いします。はい、ダウンタイム中の男優の松本健です。お願いします。あのもうおなじみですよね私のこの少ない更新動画の中でめちゃくちゃ出てるっていう、何回もね数年前からお世話になってます。ダウンタイムの前後ワンチャン見比べられるわけでしょ見れる見れる見れるね、はい、はい、というわけです、ね、前回の男優をお呼びしたいということで今回来ていただきました。そしてもう一人、はい、ちっぱいお姉さん執行猶予中ゆうきるみなです。よろしくお願いします。で、就活中、ダウンタイム中、執行猶予中、かっこいいな。車の音が目を受けてます。勝てないね。一番反省しなさそうな。一番反省してない。ちょっとなんか今回呼んだの何だか分かりますか？何も言ってないよね、多分。何も言ってないけど聞きたいことあるんだけどみたいな。ふっかるだから来た全員仕事終わりで。ありがとうございます。いや、なんか前回うちらであの女子トークみたいなことやってたんだけど、女向けのエロい AV なくないっていう愚痴を話したんですよ。で、実際ちょっと男優から見てどうなのっていう話を聞きたいのと、ワンちゃんちょっと AV のプロデューサーとか紹介してくんないかなっていう下心で、下心で、下心がまあ8割なんですけど、あでもなんかちょっとシンプルに、マツケンはそもそも女性向けの AV 出たことある？ちょっとだけ。ちょっとだけ。え、なんかそれはさ、普段のとはさどう違うのか、シナリオとか見せ方とか、指示がどう違うのかな。あ、普通の現場と女性向けの現場の違い。そう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 、やってて。まず違うのがスタッフさんが全員女性みたいな。あ、そうなんだ。そう、監督さんもそうだし、まあ男のエディさんはいるけど、基本仕様でその作品進めていく人はみんな女性。そうなんだ。っていう感じかな。で、うん、やっぱり視点が違うなと思う。男性目線と女性目線やっぱり違うなと思って、言うセリフとかがなんかちょっといつもの現場とやっぱ変わる。え、ちょっと具体的なの聞きたい。なんか男向けだとこういうシチュエーションでこう言うけどこうみたいな。なんか、なんだろう、それなんだろうな。ちょっと待ってください。ここで実演してくれんの？それは何の AV ですか？何だろうな。まあ、例えば、うん、普通の AV でよく出てくるのが、もうここで出てくるそれなんかザ・ AV のワード。あ、もうびっちゃびっちゃじゃんって。手間の下だとこれもないしこれこんなことすんの？いや、やっぱりあのうわすんごい出たじゃんそういうのがそういうのが絶対ない。ないんだ。上記した後もこれあの濡れてる手から垂れるその塩を表現してるんだけど、垂れるからよくわかんない。なるほどね、そうそうそう、確かに。それで女性向けで別に見たくない。あんまり飛ばなかった時に、やっぱりこうやってちゃんと出たよって。ね、これそういうの絶対ない。ね、じゃもっとこう女性を優しくこうリードしたり。よりなんか生活、はい、なんかリアル感が。なるほど。例えばその本当にカップルの愛のある日常のセックスとか。うん、なんかそうちゃんと切り取ってる感、覗いてる感がちょっとある。知見が薄いんですけど、女性向けの AV って基本そのなんかガチの恋愛か不倫かなんか同級生とか、まあ、シチュエーションはまあ様々だと基本両思いの人しかセックスしてないイメージがあるんだけど。あ、確かにそうかも。その率高くない？そうだね。で、両思いの人のセックスって普通のやつイチャラブとかさ、そのジャンルでネトラレとかさ、まあね、BSS とかはあるけどみたいな中なのに、なんか基本その両思いのイチャラブ前提なのが女性向けが嫌だなと思って、うんうん、私は最近なんかちょっと新しく出たなって思うのが、うん、男の子があの知女に責められて会えれる男の子可愛いみたいな感じの作品はなんか最近ちょこちょこ見るの。大好きです大好きです。それちゃんとイケメンなの？そう、可愛い系なイケメン。イケメン男優さんが、例えばもう蓮見クレアさんとかね、あれベテラン女優さんに責められてる作品とか。それもいいかも。やばちゃん俺みたいな声低い男優が絶対出ないよ。なるほどね。そう。なるほど。確かに。そういうの増えてきたかなぐらい。だからこう私が思うに、やっぱ女性が見る、うん、まあ、女性向けの今のある AV、うん、結構なんかこう私結構ぐちゃぐちゃ系が好きなんで、うん、ぐちゃぐちゃハード系のセックスが好きなんで。濃い感じのセックス。
女性向けのだと綺麗すぎてなんですけど、でもやっぱ女性が見るから、ね、この間話したようにちょっとイケメンだったり、まあ、ちょっとこう綺麗だけどもうちょっとハードな服とか、そういうのができたらな。そう、なんかその可愛い女に気持ちが無理やりみたいなものしかハードが基本ないのがすごい嫌で、おじさんのベロ中をあんな拙者で見たくないんですよ、こっちは。なんか結構それだってなっちゃったり、イケメンと美女のベロ中は拙者で見たい、見たい見たい見たい、うん、もうイケメンは必須。でイケメンじゃなくてもせめて映さないってほしいよね、あ、うん、顔とか体型とかも含めて、うん、なんかこう分かんない、なんか私をオンニーとかするとした時にその男性側のそれを見て興奮はしないから、そうやって女の子責められてる姿とか、まあ、自分に重ね合わせるでもいいしってなった時に絶対いらないから、おじさんがでそこはせめてイケメンであってほしい、とかね、こうちらっと見えたお腹がボコーンじゃなくて、まあ、ちょっとこうセリフとか、なんかこうキモいおじさんに無理やりやられたのに勘落ちするみたいなの多いじゃん、じゃなくてもうイケメンにセクハラされて最後まで落ちないでほしいっていう、あ、落ちない方がいいんだ、なんかそれはどっちでもいいかもしれないけど落ちないものを見たい気がする。ドラマ的にもマンネリ化してる感じが、そうそうそう、女性向けに新しいジャンルが欲しいみたいな、そうなんだよ、だから需要があるかはちょっとだからプロデューサーさんとか呼ばないと分かんないけど、プレゼンしていいねって言われたら作れるのかなっていう、私のこの浅い甘い知識ね、これ俺めちゃくちゃそのプロデューサーを紹介しなきゃいけない感じだよね、はいはい、あ、紹介できるできる、なんかすごい、なんかちょっとそんな感じがしたから、ね、ネズミ講のなんか勧誘みたいな雰囲気だったり、ね、ゆるりちょっと先っぽだけちょっと先っぽだけちょっと何もしないから、全然読むだけ読んで、ああ、まあ、そうです、何分の休憩か出荷かはね、うちらが話して決めることだから、まあ先っぽだけあるかも、ちょっと、本当ですか、ちょっと待ってよ、え、プロデューサーさんでしょ、ちょっと待って、誰を、すごいいっぱいいる中で、ね、ちょっと、そういや、仲いい人いるよ、逆にこう、事務所に所属してる AV 女優だから、それか、そういうのがそう、なんで私がルミナに頼まなかったかっていうと、女優さんってその辺すごい厳しいんだけど、男優ってバチボコ男優同士と監督とかスタッフ遊んでるからなんか仲いい、フラットなんじゃないかなっていう、え、ちょっと電話していい、あ、いるよ、そう、でもガチでそれはすごい楽しみにある、ね、これでさ、うん、そんな売れないよって言ったらうちらでもうポルノハバーとして、いやでも、いや売るもの作りますから、マジ炎上でも何でも使ってくれる、リアスを稼いで、ね、はい、まず結果から言うと今から来る、え、おーやばいやばいやばい、めっちゃ疲れいや、ちょうど今現場終わりだからそう撤収してからそうすぐ来る、あ、素晴らしいね、ナイスマッケンさん、迎え用にお酒とか並べとかない大丈夫な人、お酒用意しとこうかな。いや、多分大丈夫だと思う。仕事まあ、そんぐらいだと写真結構近いから、うん。でもじゃあ具体的に話せるの、ちょっとね。ね。30分後ぐらい。え、ちょっと作戦を練らないといけない。これもう実現しちゃうじゃん。本当にいける？まさかの。え？バリバリ AV 作る気。だから2024年の私のオナネタを絶対に作るっていう熱い気持ちがあるから、サイフィストさんか進歩とかもなんか、ね、今年もなんか今ほらデモ活動とかやっててさ、うん、普通に作れるもん、いや、ぶっちゃけ全然簡単ではないよ。難しい。え、ちょっと、そうね、パッションしか言わない。でもさ、佐々木ちゃん今就活中だから、学生時代に力を入れたことと、うん、御社でやりたいことの説明だけは得意なんだよ。なるほどね。そのプレゼン能力で、そこはかけてるからね、頑張りたい。ね、そもそもなんか今ね、AV 業界がなんか結構やばい、いや、とかなんかさ、こう、作ったもの、こんなもの作ってみたいなとか、うん、あるから最近はちょっと炎上してるのとかね。うん、っていう中で、本当に女の子向けにエロいものを作りたいっていう、ファッションでその変なバズり方もせず、ま、ファッションで作れるもんなん、ファッションとかシマンで AV は作れるんじゃないですか、まあ、違うんですか、とりあえずね、ファッションに言うかとりあえずね、このテンションで大丈夫なんだけど、本当にちょっと料理全然詳しいからさ、うん、でもたとえ無理でもちょっと、ね、業界の現状を教えたらいいなと思います、まあ、でもどっちみち紹介してみたい人だったから、あ、本当にありがとうございます、うん、諦めないぞ、すごい、絶対に諦めないんだからなというわけでですね、ちょっと30分うちらは喋って待ってるので、多分ね来てからまた次の動画もあると思いますが、引き続きお楽しみください。バイバイ。